ここは都内某所にある隠れ家バーモテプロ。どんな悩みでも解消できるということで、恋につまずいた男女が集う。今日も疲れた OL が一人。シャンス、シャンス、今日も疲れたわいつも疲れとるかな。ドリンク用意してきましたよ。はい、今日はラブ2019、君の瞳に、瞳だけに。で、今日は私のお友達の悩みなんです。はい。いや、私の友達が最近アプリとかちょっと普通に出会ったりとかして彼女できたんですけど。おいやー、よかったー、よかったー彼女ができたんですよ。おめでとう。いやー、いいことばっかっすなーです、ね、あの、はい、旅行に行くわけです。やったじゃないっすか。旅行中になんか違うなって思うことが多くて。ん、あ、旅先が、あ、いや、違う、あれ北海道行こうと思ってたのに沖縄じゃんみたいな。っていうのが今周りで3件発生してるんです。私3件されるわけですね。3件されるいやー、かけてくるねー、飛ばすねー。あ、いやー、ゆりちゃんはボケられないと思ってたけど、ボケ倒すねー今日。助けてなるさて、はい、まずはなんでそういうデートに行くとカップルは別れるのかっていう原因をお説明したいと思う。その原因こそが解決策でもある。はい。というのは、単純に長時間デートするわけですよ。都会でプラスカップルってデートってどこに行きますかっていうと、ちょっとこじゃれた店にご飯を食べに行ったり飲みに行ったりお互いの家に行ったりっていうデートしかしないわけですよ、はい、長時間のデートを普段してないだけ。意外と半年とか1年とか付き合ってるカップルでも長時間のデートっていうのをこなしてる人はあんまりいなかったりするわけですよ。そんな中、長時間デートをすると当然ながら肉体的に疲れるし、はい、その疲れによる気遣いとかイライラみたいなのを募ってきたりとかして、相手のあらを探しやすい状態になるわけですよ。でもそれって生きてりゃ普通に起こることだし、もう何だったら将来結婚したら長時間時間を共有するなんてことたくさんあるわけだから、長時間のデートに行ったら相手の本質がただ見えました。それが気に食わなかったから別れただけです。行ったら別れるんじゃない。君たちは長時間の会話すらできずに別れる運命だったものを、長時間デートがその別れるタイミングを早めてくれただけ。それを解消したいとかいうのはもうそもそもね、見極め不足なんですよ。だからもう言っちまえば解消方法なんかない。逆に見極めのために長時間かかる旅行に行けって思うわけですよ。恋愛ってね、常に同じぐらい思いやってるわけじゃなくて、どっちかの感情が大きかったりするから、もしかしたらまだ相手の気持ちは育ってないから、行ったら別れるかもしれない、でもこの人と絶対別れたくないって思ってる人側からすると、はい、テクニックが必要なわけです。長時間の会話をクリアするポイントってやっぱあるわけですよ、はい、これは How、 よく 5W1H の相談をしましょうっていう話があるわけですね、はい、それって誰と行ったの、何をしたのって、どこに行ったのみたいな話っていうのはよくあったりするわけですよ。ただ How の質問ができない人が多いんですよ。例えば最近転職しましたとか進学しましたとか、それってなんかどうやって探したのとか、どうやったら始めれるのみたいな How、 どのようにっていう話を聞くと、相手はあ、いや、こうこうこうしてこうこうこうでって、でこの人に紹介してもらってこうこうこうがこうこうこうなってこうこうこうって、長時間の会話っていうのをクリアできるように徐々に鍛えていくわけですよ、二人の関係を。この人は疲れても喧嘩しないし、長時間何もないところにさらされたとしても話題が尽きない、いい相手だな。だから別れの名所っていうのはむしろ結びつきが強くなる縁結びスポットである。おー、ということでね、大丈夫かな、そろそろ閉店したいんですけどまた追い出されるじゃあマスター、またアディダス来ます。アディダス、この人会計1円も払ってくれねえんだよな、いつも。